来日中の韓国サムスングループの事実上のトップでサムスン電子の副会長が日本のメガバンクなどとの協議を調整していることが分かりましたサムスン電子のイ、e、副会長は日本政府が韓国への半導体材料などの輸出規制を強化した後に来日しました関係者によりますとイ、e、副会長は11日頃までに日本の メガバンクや半導体メーカーなどと協議をする方向で調整しているということです半導体材料の調達が滞る恐れがあるため対応を協議するとみられますただ規制の対象になる材料を扱っている企業との協議は見送る方針です